お金がない。金がないということでレイドで稼ぐよ。純正はもちろん、軽めのカスタムといったら私だからね。え、そうでもないって。うるさいよ。そうでもあるよ。ただカスタマイズはケチっても、弾だけはケチらないのがミソミソのミソ。今回も交換通弾であるイゴルニクと BS 弾を混ぜ混ぜして持ってきたよ。貫通力は正義だからね。弾だけは、これじゃないとダメなんだ。正直 5.45mm 弾は、多少無理をしてでも BT 弾を避けるべきだと思う。栄光弾だし、AK のレートが低いから火力が微妙なんだよね。まあ頭に入れれば関係ないんだろうけど、私にそんな腕前はもちろんないので、自分の戦いやすい弾を使っていきますよ。それで今回なぜ、ショアラインに来ているかというとね。今足音したかな？雨で聞き取りづらいけど、かすかに聞こえた気がするね。まあ私もガンガン足音鳴らしてくんですけど、多分バレてないでしょ。雨だし。それでショアラインに来てる理由の方なんだけど、タスクをやりに来てるんだよね。普段タスクやってるところはあんまり動画にしないというか、前のシーズンはタスクを全然進めてなかったんだけど、なんかそれだとトレーダーとの友好度が全然足りなくてね、しぶしぶタスクを進めているわけです。でこれ、やっぱりいるな。相手は室内っぽいので、外に出るところを狙いましょうか。なんかよっぽど雨で足音をごまかせてるのか、相手も普通に動いてるしね。それとも聞いた上で自信満々に漁っているのか。まあもしそうだったとしても、出口を見張れば相手はなかなか辛いはず。確実に先手を取って、まずワンキルと行こう。というわけで、ワンマッチします。ショアラインって、正直あまり来たことないから、家の出入り口の場所までは、把握できてないんだよな。一応中央に置いておけば、通りはすると思うんだけど。足音はするね。この家を漁ったら出てくるな。近い。そろそろ来るな。やったか、やれてない。でも相手も弾切れか。ここはクイックリロードで詰める。おそらくやれた。よし。ああ、耳が悪かったのはそのせいか。それにしても、いい装備してる。バックパックは広いので、全部持ち帰らせてもらうよ。ちょっと待てよ。この装備とドッグタグの名前。これから推察するに、相手は複数いるのか？ちょっと怖くなってきた。一度外を警戒しておくか。木の裏、見えた。ここも強気に前に出る。ここから登れるのは、この辺りからか。逃げられたか。は？そこにも。これ、さっきのもカバーフルだろ。盛大に出迎えて、スタミナが足りない。これもワイプの影響か。前は走り回ってぴょんぴょんしてたけど、今はそうはいかない。が、多分これカバー来てないな。とりあえず重いのでバックは捨てて。最後の一人を倒しに行こうか。ここ上がっても見えないもんな。どこに行ったか見当もつかないわ。帰り道にスタンバイされてる可能性もあるけど、そもそもこの村、北、東、南に抜けれて、一人で全部網羅できるようなポイントはないと思うからな。どうせ近くにいるんでしょ。出てきなさい。おとなしく武器を捨てて出てきなさい。グレネードあげるから、一つ1万ルーブルするんだぞ。だから、出てきなさーい。はい、漁ります。もう逃げていった人はちょっとどこ行ったかわかんないです、はい。でんで、相手さんの武器は416か。これはレイダーカスタムっぽいけど、前の動画で、安くて良い性能の416を紹介しておいたから、ぜひぜひそちらもチェックしてみてくれ。というわけでアーマーと武器を交換して、ここからは相手の武器で戦っていこうか。
できれば最後まで自分の武器を握っておきたいんだけどね。筋力低下による重量制限で、そうはいかないんだよ。まあ、わらしでもタルコフの醍醐味、少しタルコフっぽさを味わっておこうか。というわけで北側から村を出ます。一応町も警戒しておくよ。でも完全に逃げた感じかな。いや、いるじゃん。逃げられた。おえーく、今日のところは諦めてやるか。持久力の低下を肌で感じたところで、タスクを進めていきます。やっていくのは、イエーガーの家に訪れるのと、ディスキーターに鍵を回収して届けるやつだね。まあどちらも難しくはないので、気楽にやっていこうね。イエーガーの家へ。イエーイ。イエーガーの家へ、パート2。これであとは鍵を回収して帰宅だね。麦畑だ。麦畑と言ったらこれだよね。匍匐前進。まあでもタルコフの麦畑は背が低いのか、あまり隠蔽率は良くないけどね。それでもやっぱりこれで進みたくなっちゃうよね。と、黙々とこんなところまで進んでしまった。麦畑はもうだいぶ後ろの方だね。匍匐前進楽しい。飽きたからやめようか。やっぱ走ってた方が楽しい。おっと、なんだ今の銃声は。スカブと正面で交戦中かな。この辺はスカブが多いからね。栄光弾、あの辺りか。多分倒せたかな。でも分隊だったようで、まだいるみたいだね。銃声的にもう一人は確実にいる。足音では二人に聞こえるけど、どうかな。左のスカブはまだやれてなかったのか。じゃあちょっと絡まれてるふりをして、チャンスを誘うよ。来てる来てる。左前方、一人いるね。三人目も見えた。が先に左。ラストはあそこか。よし。まあ、ササラさんにかかればこんなものです。というわけで良い武器があれば交換していきたいんだけど。あ、カスト MP はいいね。武器を交換したいわけだけど、今持ってる2丁の銃が、結構なカスタム品だから、これを超えるものを持っているかどうかだね。一人はモシン。まあ、これは持っていかなくてもいいかな。だいぶ軽装分隊だったみたい。バックすら持ってきていないとは何事ですか。まあいいや、勝ったんだしね。筋トレと祝砲ついでに、投げ物も投げていきます。あ、これはいいね。コラウンドはとても嬉しい。直しても十分使えるレベルのものになるからね。そしてグレネードも持ってていいね。どうやら最初に倒したのが大当たりだったみたい。運が良かった。あ、コラウンド入らない。どうするべきか。 M1 リグも結構強いから悩ましいけど、今回はコラウンドを持ってくことにするよ。 M1 リグのが圧縮もできて良いのにもったいないって思った人はいるだろうけど、そもそも筋力が貧弱なおかげで、圧縮するととんでもない重量になるからね。帰り道のことも考えるとこれが良いと思います。いつの間にか水分がピンチだね。まあでもそのあたりの準備も私抜かりないので、しっかりと飲み物を持ってきているんですよね。空腹で死ぬなんてことありえないので。
さて、あとは帰るだけですね。あ、鍵はもちろん忘れてませんよ。帰り道に通る道ですので、ついでに拾っていけます。うわ、鍵を守りに配置されてたかのような多さだな。よし、これを持ち帰ればお仕事完了です。今回は珍しくショアラインを回ってみたのですが、序盤のショアラインというのはリゾート以外でも戦闘が楽しめていい感じです。タルコフのマップの中で一番でかいのがショアラインなわけですが、その分リゾート以外での接敵が少なく動画に使いづらいのが大きな欠点ですね。マッチング人数とかこっそり増やしてくれないかな。今は最大でも13人しかレイドに参加できないので20人ぐらいに増やしてほしいものです。というわけでショアラインに文句を言ったところで、今回はここまで。それではご視聴ありがとうございました。うわ、なんかいる。